自分もですね、多肉を始めて10年ぐらい、 YouTube で数年なんですけど、本業の関係、仕事関係者には一切ね、そのことをこう、知らせてないっていうか隠してきてます。で、わずかなね、方が知ってるんですけど、その中の一人がですね、今日ちょっと遊びに来てくれると。だいたい旦那さんとこうね、長い付き合いなんですけど、奥さんが谷君にね、興味を持ってくれたというようなことで今日ですね、来てくれるんで、この後ですね、お迎えしたいなというふうに思います。到着しました。おらおらい、いいですよ、適当に止めていいですよ、適当にどうぞ。桃太郎診断を、すいません前回しんどうさんに選んでいただいた桃太郎が、いや置いてみましょう、これがこうなっちゃった。だいたいショックショック、こうだよな。あ、なんかちょっと入れ物を持ってきましょうか。入れ物 ね、これが、はい、これはあの桃太郎じゃなくて下山コロラータってやつやけど、こんな感じやったんですよ。そうですね、ね、あの買った時が、はい、最初間違えたんですよね。あら、これ父は植え替えたんですね。植え替えちゃったんですけど、多分知識がないまま、うん、植え替えちゃったのも最初間違ってて。ですよね。はい。そのあ、根が出てるのは出てるんやけど、うん、ちょっと出方が良くないかもしれん。この茎を一回リセットした方がいいかもしれんすけどね。日当たりはいいですか。日当たりはいいんですけど、植え替える時に、まあ、全然勉強不足で私が、ちょっと水をやりすぎ、やろね。結局普通はこれ葉の中に水を保つけん、こうプリプリしてるでしょ、はい、だけ多肉と植物ね、名前が葉の中に持つけん、はいはいはい、だから普通は草花やったら2、3日やらんと葉の中に水をためきれないからしおれるやないですか、はい、だけどこれためきれるのにこうやるから光合成をしたいけん多分広がるよね、余計光は多分欲しがる、これは水を蒸散したくないけん多分閉じてくる。そういう多分俺理科詳しくないよ。二人が頭がいい。いや、そんなことないけど。多分、ね、なるほどなるほど。日が足りないと日を求めて開くんですよ。日の当たる面積をこう欲しがるので。西日が当たります。西日はあんまり良くないか。本当はね、朝日がいいです。夏も冬も朝日、ね。西日は結構ね、やめた方がいい。やめた方がいい。きつい。まあけどそのちょっと一日中見ないと何とも言えないので。ちょっと言い難いんやけど、だから日が足りないと火を当てようと思って開くんですよ、で普通蒸散っていうのは日中普通植物はするんですね、こう光合成を、ねね、これは多肉植物逆らしいの、夜蒸散する。あ、そうなんですか、うん、だからこうなっとくのは結局水分を失いたくないけんこう閉まるんやけど、これ多分光は当ててるちことやから、水分と、うん、バランスが悪い、だから周りがちょっとじゅれたみたいになったでしょ、なりました、うん、なりました、歯取っちゃったでしょ、だから取ってもどうにもない、全然違うよ、これがね、はい、これがちょっとすごいでしょ、こう枯れ葉っていうか、だから水分が足りないと、うん、この外側から水分をこう取っていくで生きようとする、あ、じゃあ中の方がガップで、そうそう、だから外側枯れていくでしょ、はい、だからこれちょっと触ってみますか、2人とこれちょっと、いや、こう弾力が、弾力がすごい、ブリブリするでしょ、ブリブリしてる、ブリブリしてる、弾力がすごいでしょ、これだったら水やんなくていいですよ、うん、これ触ってください、あ、歯の中に水がないイメージでしょ、うん、少し、あ、本当、弱いじゃん、あるでしょ、これは歯の中水がある感じがするでしょ、プリプリ、手でわかるでしょ、わかりますわかります、だからこうなるともうサインも出てますよね、こう水が足りないから枯れちゃう、これね、枯れちゃう、ギュッと閉まっちゃう、うんうん、でこれ水やるとやっぱここまでないけどこう開いてくる、逆のやりすぎたから、ね、じゃねえかなと思う、このこと全然逆の真逆、水をあげなくてももうどうにもならんくなって、あんまり、うん、
根も張り切れてない。グラグラ、いつまでたってもグラグラしてる。うん、あるでしょ、うん、これが荒すぎるの。これ多分鹿沼土、これ百均かなんかじゃないですか。あ、じゃなくて、うん、ちゃんとしたやつ。ホームセンターとかね。ホームセンター。うん。大きすぎるんですか、土の。大きい粒が。粒が大きい。四十郎さんの見たんですよ。見ました、最近。超。そうそう、今日、だから用意しました。持って帰れるように。あ、ありがとうございます。あの粒の大きさが全然違うなと思って。普通に、なんか、こんなやつ。ああ、これいいよね。これプロトリーフでしょ、うん、でもね、元気なのはめっちゃ元気なんですよ。なんでだろうって。まあ、それはもう半年ぐらい前。まあ、して個体差とかもあるけ。でも同じ時に買ったやつ。これいいですね。あ、レッドイーグルは良かったですね。レッドイーグルちゃんは。だから、やっぱ歯が、結構綺麗に。なんちゅうかな。これが、俺、こう、思うのが、こう45度以上開くと俺、悪い気がしてる。はいはいはい。これ、あの、0度でしょ。ちょっと、むしろマイナス。ちょっともう、取りたくなりましたこれ。うん。ゼロです。だから葉差しはできるんですね。桃太郎しやすいから。あ、そうなんですか。この葉を取って。ただちょっと厳しいよね。これはもうなんか吸えてないね。もうだってこうだから、うん、そうなんですよ。あ、本当だ。もうトロッ、あ、死んでる多分。あ、死んでる。ねえが。死んでる。こう、いやいや、生きちょんな。こうしてですね、ボロボロ取れるやつはもう死んでるんですよ。うん、はいはいはい。いや、生きるな、生きちょんな、かろうじて。かろうじて。教えてもらった後に、うん、ちゃんとあの容器乾かしたりして、うん、荒すぎるね、土が。ね、これ全部鹿沼だもん、ほとんど。すごい荒い。荒すぎる。もうそんな配合とかも何もしきれないんですよ。だからちょっと今回。なんかこれ出すとなんか俺の父の宣伝みたい。いやいや、あの見ました見ました、 YouTube で見たの。これでいくと、あ、そう。これなんですよ。あらこれが白っぽいのが、あのボラ土ってあの宮崎で取れる、うんうんうん、あれになる、うんうん、そして、うん、大きさが全然違う。これが赤玉土やけん、うん、だからあの通気性がいいで保湿、あの水を保つ、うん、保水がある、両方ある、うん、通気性が良くて水も保つ。あ、ね、これ分かりにくいんですよ。乾きやすいけど、水も持つという相反してるし、面白いですね。だから、なんちやいかな、水をこの粒の中に保つんやけど、うん、さあこう粒々だから暖流化してるから水を流すっていう感じやから、だから多少水持ちが良くないとあれやけど、やっぱちょっと荒すぎる多分。全然大きさ違うよ。でも、でも普通に売ってた、うん、だからこんな感じ。あれね、さっきのブランド品ですもんね。うん、あ、土にあれ多分プロトリーフやさ。あ、ナフがなんかじゃない。ナフが食って。あ、広瀬で。あ、広瀬。ああ。いやー。これはどうしようかな。なんとか生き返らせることはできますか。生きるの。預かりましょうか。いいですか。いいですか。預かるか。いいですか。ちょっと俺チャレンジしてみようか。ちょっとこれを復活。四十郎先生に預かってみよう。入院で。これこの後の続編動画撮れんかもしれない。ちょっと我々ど素人には手に負えない、こうなってしまったら。ちょっと預かってみましょう。すいません。はい。これなんか、これ薬かなんかあげました。あ、一回あの、うん、虫除けの。うん、ベニカ。あ、ベニカでしょ、うん、あ、これかけすぎかもしれんな。すべてがね、うん、あの、全てがよろしくない。なんか跡が残ってると、ね、結構ね、薬害を起こします。あ、本当に、うん、だから、だいたいね、あの貝殻虫と、はい、なんだ、あの貝殻虫とですね、あ、うどんこ病かかりやすいんやけど、うん、ほとんどみんな これ与えると、もうこれだけで大体、あ、もうこれ毎時、うん、でこれにこれ海外海外が書いてるでしょ、ウルトラ DX、うん、で、はい、あの今日少し用意したけ、うん、でそれを土の上にこう巻いとけば、うん、で水やりの時にじわ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 流れるから巻くだけで、うん、だから俺はこういう感じでこうやってるんですよ。あ、はいはい、これね、ちょっと切んないと出ないんですよ、なかなか。こういうつぶやき出そうでしょ、はい、結構大きくないとね、粒出てこない。こうやってやるの。なるほど、
ちょろちょろと。で便利なんですよ、袋からスプーンとか出すよりも。ですね、うん、だから俺こうやってるで、こっちがうどんこ病に効くん、はいはい、これがね、うん、これあの BT 菌地ってよくわからない、うどんこ病に効いて、これなんか納豆菌みたいならしいんですよ。だから抵抗力を高まる流剤なんですね。そうそう、流剤というか液体化。あ、そう、液体1回だけ、うん、1回だけかけてしまう。ああ、液剤はいいんですよ。いいんやけど、どっちかというと、うん、夕方こういう風のある時がいい。朝とかやると、うん、バーッとこれに太陽が当たって、うん、真っ赤に薬害を起こす時は、うん、気をつけない。分かりました。土にね、土に何個取らないと。こういうのもいいですよ。こういうのも流れないしね。あ、そう、力が活力に、うん、こんな安いけどね。はい、よかった。やってみましょう。あ、なんか正直今日はいそうなんやけどな。ママちゃん頑張って。はい、だからちょっと、うん、はい、今から夏で厳しいけどやってみましょう。すいません。今から眠るんでしたっけ？眠る、眠る。はい。わかりました。はい、じゃあ、はい、それで、はい、お疲れでーす。お願いします。